おはようございます。6月13日、朝5時の相場解説になりますえ。週が変わりましたので、今週足を見ているんですが、いかがでしょうかずっと見ていただいた方にはお分かりだと思いますけども、綺麗な N が完成しましたねえ。この N ができるんではなかろうかということでやってみました。なんで N ができるかということが分かったかというと、通常はですね、ここにサンバガラスがありますから、 この逆高騰だけを見ている方はこのまま下がるというふうに思っちゃうんですよねそれはセオリーで間違いないんですけどもそこにヒゲという概念が組み合わさると全く違った意味を持ちますそのことはもうね、えー、お分かりいただけたと思いますんでここでは割愛します、えー、相変わらず上昇トレンドがありますしその角度がものすごい垂直に近い形になってますよね、えー、これがいつまで続くのかってことについては最後に私からお話しさせてもらいます 次ですじゃあ次デイリーを見ていきますねさあデイリーなんですけどもエリオット波動のような形を引いてるのがお分かりいただけたと思いますけどもこちらの推進波が終わって調整波に入りましたその調整波がですね、えー、今回頂点を抜けてここでまた角度をつけてですね抜けていきましたんでフラクタルの構造でまたね この上昇トレンドは引き続き行くんではないかなっていうふうに見込められます。見込みですよ、タなンネル。で、どちらにしてもね、陽線の勢いがむちゃくちゃ強くって、デイリーでも、まあ、上目線は変わらないですよね。はい、それでね、高値圏を続けてますので、ヘッドショルダーには気をつけてくださいね。高値圏になればなるほど、ヘッドショルダーっていうのに気をつけてテクニカルを見ていくことになります。常に意識してください。 じゃあ4時間です。4時間になりますと、ちょっと勢いが衰えたように見えます。そして、ゲですよね。まあ私のトレードスタイルと言ったら、このヒゲをね、よく見るんですよ。で、下のヒゲが長いのが目立つように思いませんかここですよ。そして上ヒゲは、それに比べたらあんまりないんですよね。えー、ということはね、上から下に引き戻す力はそんなにないけれども、 下から上に引きですんでこの四角で囲った間の圧力ってのはだん,だん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 上に向かってるんですよねまあそういった感じで1時間でもお話ししますけどもここの1時間のね抵抗体がもろくなっているっていうふうに考えますそして4時間でも上昇トレンドは全然限りを見せてませんので このまま上に抜けるんじゃないかなというふうに私は思ってますねで1時間ですけども先ほどお話したようにここにね抵抗体があってこれをぶち破ろうと思って最初の伸びが跳ね返り N を書いて上に行くかと思ったら N も書かずにダブルトップとなりダブルトップの後は下に下がりますから今度は3回目のトライでトリプル トップを引いたわけですよね。で、ここを抜けるかと思ったら抜けない。で、また戻ってきた。さらに4回目のトライっていうことになりますけども、4回目のトライっていうのはね、なんだろ、う、ターキートライですかね。まあそんなんありませんから、もうこれ素直にレンジになったと思えばいいんですよ。この見極め方わかります ?N からダブルトップ、そしてトリプルトップ、レンジ。こういう風に変化していきます。で、レンジ変化すると、どんどん抜けやすくなるんですよね。 先ほどお話したように、下から上への圧力ってのはあるんですけども、上から下へ押さえつける圧力はないんですよ。この圧力を示しているのがヒゲなんですよね。だから4時間のヒゲってかなり1時間のこの相場を見るのに役に立ってるでしょ。こういう風に見ていきますので、今週も上目線で考えていけばいいんじゃないでしょうか。ということでございます。はい、えー、それでですね。うん。で、今後の見通しですけども、 一体この円安いつまで続くのかっていうことは、まあしばらく続くんじゃないですか。うん。まあその理由については FX オリある日でちょっと時間を取ってねお話しさせてもらいます。えー、一般放送は以上でございます。ありがとうございました。